こんにちは、ドラコン大会出場へ向けて頑張っているユージです。こんにちは、プロゴルファーの高島さゆりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや今回、はい、なんと、うん、ものすごい人を連れてきました。じゃあちょっとものすごい人来ていただけますか、こちらに。よろしくお願いします。じゃあすごい、いやーすごい本当にね。いや見えてます。ご自身で気づかないですか。はい、仙台から来ました和田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわ嬉しい。なんかうちの高島はいつもお三方。一応僕はもう高島さんが師匠なので。なるほど。もうで私の師匠なんですよ。うわもうこれもう僕からしたらどういう存在になるんでしょうね。もう王師匠。ドラコン大会いつでしたっけ。ドラコン大会一応予選が5月なので、その予選もうできればぶっちぎりで勝ちたいです。ぶっちぎりで。それはちょっと僕の力が必要かもしれない。今日お願いしたいことは、はい、和田さんのテクニックを僕に教えてもらうことが一つと、はい、もう一つは今年のドラコン大会には絶対出ないでください。これは逆に。この2つが僕からお願いです。今年は出ないので。ああよかった。もう完全サポート側で。うわ嬉しい。私、お役ごめんですね。いや、そんなこと。いや、怪物ですからね。いや20ヤードぐらい伸びましたから。あ、そうですか。いや、嬉しいですね。はい、じゃあ、僕でプラス2ヤードいきましょう。うわー頼もしい。じゃあもう早速、まずは今の僕のスイングをちょっと見ていただいてもいいですか。はい、ぜひ見させてください。よろしくお願いします。行きましょう。一回じゃあ頑張ってちょっと打ってみます。はい、お願いします。よし。あー低いですね。あ、早い。あ、でもなんかドローしてる。もう320、19。え、めっちゃ飛ぶな。飛んでますね。十分でしょ、これも。いやこれが本当の球筋ではないので、ちゃんとしたやつ1球出さないとやっぱり参考にならないかな。よし、いきます。前回何だったの。あ、そうですね、こっちの方が悪いですね。お、急に伸びた。めっちゃドロー。あ、伸びた。伸びましたね。何も言ってないけど。何も言ってないけど。球の位置でだいぶ今変わりました。で後ろから見させていただきます、ね。はい、わかりました。よし、行きます。どうだ。なるほどですね。ああ。本当。よし。お、いいっすね。おお。335。すごい。伸びてます。ということで、はい、和田さん、ここから20ヤードをどうやって伸ばしますか。はい、まだまだ改善の余地ありますか。まあ、もちろんです。まず、はい、スイングタイプ的に、はい、一言で言うと躍動感が僕の目ではあるように見えないんですよ。それはなぜかっていうと筋肉の伸縮がもっと欲しいんですよ。はい、バックスイングでしっかり筋肉を伸ばして、ダウンスイングでその伸ばした筋肉を縮めて、でダウンスイングからフォローにかけてその筋肉をもう一回伸ばすっていう、この3つの動きが必要なんですけど、はい、バックスイングするときに、うん、この右の肘の畳が、はいはい、まあ、いわゆる上手すぎて、はい、上手すぎて、はい、あの体がそんな回転してないんですよ。本当はそんな締めないで、ほう、こういう感じで行った方がダウンスイングでキュッとこう入ってくるんですけど、最初にこう締めすぎるんで上半身が起き上がって、これだと叩けないから下半身の力でキュッとこう力を溜め込んで、この辺でちょっとあんまりこう腰が入ってたりしなくて、こう少し伸び上がった状態で打ってるんですね。ほう、じゃあどうしたらいいですか。なので重たいボールとか何かそちらに投げるときにこうやって投げるじゃないですか、はい、そういう大きい動き、上下動とやっぱ捻転差をうまく使って重いものを投げるときに沈み込む、で放出するときに体全体が伸びるっていう、この3つの動きだから、はい、重いものを投げるときにこんなことしないですよね。大きく揺さぶって投げるっていう、はいはい、その動きをゴルフスイングにも取り入れないとこじんまりしすぎてるんですよね。なるほど。肘の畳があまりにも多すぎて、畳が多い。なるほど。この右の肘の畳っていうのは畳めば畳むほど体を回さなくてもトップまでこういけちゃうんですよ。ああ、そういうことか。これだけで、はいはい、そんなスイングに見えて、もっともっと体を使ってほしいですね。こういって沈んで伸びる。
硬いんですよね腕が。ああはい、はい、そう腕の力で上げてその動きを作ろうとしちゃってるので。なるほど。もっと力を抜いて関節を柔らかくすることで可動域が広がると思うので、そっちの方が、まあ、よりやりやすい。しっかり伸ばす。そうす。あそう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 、しなり感出てきた。ああはいはい、なるほど。全然違う今までの意識と。あともう一つは、はいはい、構えた時にちょっとだけなんですけどつま先体重なんですよ。ああはい。なんでこの膝のこの前後動っていうか、はい、この動きが飛ばしには大事なんですけど、つま先にあってそのまま肘をこう畳んでいくんで膝の動きが少ないんですね。本当はもうちょっと真ん中に体重をかけといて、そこから大きいバックスイングしていくとここに十分なこの幅、後ろから見た時の幅です、ね、ここに十分な、ここが伸びてこっちが曲がってるっていう、こんぐらい膝を前後に動かしておおすごいねじれてる。でしゃがんで、そこでバンバン、おおおお、もう今これ何にも持ってないけどもう熱いですだからボールがない場合はこういうものを幅からこう持って、はい、もう腕使えないようにしてこういう感じですね。おお、まあ、これ伸びちゃうんでこれ曲げられないんだ。曲げられない、このまま。あ、僕にはいいかもしれない。で膝もしっかりこう、うん、あの可動域を広げるためにすごいいいですね。ちょっと一回やってみていいですかこれで。まず真ん中体重しといて、そうだ、つま先じゃなくてこう真ん中に体重で一回こっちに揺さぶって、で揺さぶってこう、そうです。あ、きつい。でそうです。おー、であまりこっちに移動しなくていいです。あ、移動しなくていい、その場でいいです。 あ、そうですか、はい、こう来てこう来て、お、足いい感じ。いいですね、いいですね、いいですね。でそっからそっからパーンと、そうそうそう、おお、大きくです、とにかく大きく大きく大きく、イメージ大きく、手は大きくです。そうです。おお、いいいいいい。動かせるのは今度この筋、あの上半身の、あの腹筋とか脇腹とか、はい、あと足しかないんだけど今腕固定してるんで、はい、それをもう積極的に伸ばして伸ばすって、はあ、こう真ん中に乗って、そうです、うわおっていうぐらい、もうマイクが落ちるぐらいね。そっか、マイク外れなかったもんな一回も確かに今まで根本的にはこういうこんぐらい の、はい、あの躍動感を出さないと。そういうことか、まあ、結局ドラコンってオーバースイングの方がいいんですけど、はい、そのためにはただ腕でオーバースイングじゃなくて、はい、大きいものをしっかり動かしたオーバースイング。ほう、わ、これでも弾当たるかな。なるほど、弾は最初もちろん当たんない、ね、当たんないですよね、うん、急に変わっちゃうけど、でもやっぱそっちに慣れていかないと。とにかく大きさを求めてください。大きさを、大きさを、はい、大きさをね大きさ。そうです。あ、でも足動いてきましたね。本当だ。こう来て、おー、今一見良さそうに見えるんですけど、ダウンスイングの時に本当は足をしっかりいってほしいんですけど、腕は下ろしてるんで、やっぱり腕は上に置いたまま、置いたまま、置いたままのイメージです。お、伸ばしたまま、伸ばしたまま、でここで下ろしちゃうと伸びた筋肉が縮んじゃうので、うん、はい、ここ伸ばしたまま足でスクワットする。そこからターン、そうです。おお、こうきたら、そうです。お、上に置いといたイメージですごいこれ結構きついですね。もう遠くに、おお、いい、でしゃがんで、おお、いい、きれい。左サイドは基本フルターンでいいです。あの、はい、大きくって言ってもこうやってやるんじゃなくて、もう全体がいっていいです。あ、全体で、全体が、全体、おお、いい、そう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 、で、そっから、そう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 、イメージです。おー、あ、なんか違う世界。でも全部で上げて、おお、そっから、そうです、今のイメージ、いい、かっこいい、今のイメージです。おお、そう、そうです。おー、いい、今のめっちゃ綺麗。そういうイメージです。今連動してた、この辺あんまねじれてなかったんですよ、僕多分。今すごいここ使ってるんで、ものすごい疲れてます。立ち幅跳びやってるみたいなもんなんですよ。でも、はい、走り幅跳びの方がやっぱり距離って伸びるじゃないですか。はい、そうですね。その助走がしっかり取れれば飛距離は伸びるので、なるべく遠いところから助走して踏み切る、はい、ダウンスイングするってことなんで、うわ、バックスイング次第、バックスイング次第、こっち行くと見せかけて大きく、そう、そうです。おー、いい、そうです。おお、打ってみます？打ってみましょう当たるかな
まあ、一発目でもクラブスピード60いきますよ。本当に大きく大きくフルターン大きくて大きくて、うわやっぱ怖っ、怖っ、そうですね、怖い。今一気見ましたけど、この左脇腹とか左腰、この左サイン、はい、サイドが動いてないんですよ最初で。やっぱり動いてるのはこの左肩だけ、こうやって。なるほど、動いてないんだ。そうか、意外と 手だけで先に行っちゃうんですよね。全体が同時スタートで、プワーンと、ま、そうだから手はいかない。そう、あ、そういうことですね。手は伸ばすだけ、全部が一緒に行く感じ。そうです、全部がね。そうです、ヒールアップ。そうおー、いいですね。そうです。結局手だけで最後ヒールアップしてもあんまり意味ないです。やっぱりここの円が動いてるから最後ヒールアップにつながるってなったらいいんですけど。なるほど、こういう状態で最後ヒールアップするとそれは多少伸びますけど、はいはいはい、やっぱりつながってるんで。そうかそうか、全部を。そうです、ここから。そうです。おお、いいいいひっていうイメージです。っていうイメージで、はい、基本は大きく投げてます。大きくね、うん、柔らかく、力じゃなく。こう、そうです、そうです、そういうイメージ。あ、じゃあ絶対初めはね、絶対取って今のイメージですね。あ、今のイメージで、こうで、こう来て伸びて、 おこれいい。これは、うわー、でもボールスピードも伸びてる。めっちゃいい球。おー、すごい、球もいい。あ、めっちゃいいわ。悪くないです、悪くないですね。あ、すごい、躍動感出てきた。あとヘッドスピードはちなみに今強一です、これ58、いいですね、8.7、60いくな。だベースはこれなんですよ。はいはい。お、見て、ここまで、ここまで入ってる、トップ。これどれだけ、まあ、筋肉が伸びてるかっていう。ビフォーアフターしたかったですね。本当だ。お、いいですね、ここ。ここ最高。お、だいぶいいですね。おお。これ足で引っ張ってる。足で引っ張って溜まってるっていう状況なんで。うん、なるほど。あ、はいはい、あ、いいですね。ここももう野球選手のホームランバッターのような足の使い方になってます。本当だ。これが基本ドラゴンのスイングの考え方ですよね。まず筋肉をどれだけ伸ばして、それをダウンスイングで縮めて、でフォロー側でもう一回放出として伸ばせるかっていう、この3つの動きを入れないと、はい、伸びきってない状況でバックスイング終わっちゃうんで、はい、この畳がうますぎて、そういうことですね、ひょいってこうなっちゃってるから、はい、だからダウンスイングは無理するしかないっていう、こういう動きでまず伸ばす、はい、良くないポイントもそれがうまいからって言ってくれるから気分悪くないんですよね。いや、教え方上手だわ。そうなんですよね。もうだから私が師匠だとしたらもう神様ぐらいな。神様。いやー、すごい。師匠が神様連れてきてくれた。いやー、本当に神様ありがとうございました。神様、いやまだですけど、大師匠じゃなくて神様でした。いやすごい、本当だから今まだ一つ二つしかアドバイスいただいてないんですけど、うん、そうですね、自分の中でもスイングがまあ早くなったのは確実だったんで。そうですね、身につけたいです、これを。まず慣れです。やっぱり今考えながらまだやってる状況だから、はい、やっぱりクラブスピードが上がってる状況になってないんですけど、はい、繰り返し繰り返しすると、はい、もう考えなくても伸びていくんですよ、彼女みたいに。はい、彼女もなんか勝手にそういう同じようなことを伝えてたら勝手に言われた。いや、本当にためになりました。ありがとうございます。引き続き飛距離アップのコツ、はい、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では高島さん、次回はどうしましょう。はい、そうですね、もう師匠のねスイングを、お、僕のちょっと見させていただきたいなと。ぜひお願いいたします。次回よろしくお願いします。またね。